はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回までにですね、美濃一帯を制圧したという状況なんですが、依然ですね、まあ、この桜ボラ城から北に関しては姉小路家が抑えているという状況と、あと六角が少し大きくなってきていて、今浜城には前田玄義が入っているという状況になっています。まあ、この状況を踏まえてですね、今回は、沢山城からまずは信長を含めた軍勢を動員していきましょう。で、今浜を先にね、抑えておきましょうという動きになります。で、その他で言うと、今お金がないので何もできないんですが、このまま座して待つよりかはですね、もういっそのこと無能な家臣は、まあ、信長がかつてそうしたようにゲーム上でも解雇していきましょう。まずは道勝で、さらには信弘もですね、まあ、決して優秀とは言えないので身内ではありますけどね、政治29軍54なので解雇です。お金がこのポケット戦国は物を言うというか、全てと言ってもいいほどに重要なので、ここはね、心を鬼にしてガシガシ解雇していきましょう。で、もう一人確かどっかに身内がいたと思うんだけど、長増の能力はどうなってんだ。政治9軍46、解雇だな。いやいや、褒美じゃないよ、褒美じゃないよ、あげるのは解雇です。この後もね、いらない武将が続々入ってきてしまうというのがあるんで、で、光秀を移動させましょう。で、光秀を逆に鳴海城に入れておきます。で、岐阜は逆に内政を自動化しちゃいましょう。まあ、自動化したといってもね、お金が入ってくる毎月1日すぐにこちらから指示を出せば済む話ではあるので、まあ、やり方としてはね、そういうやり方を取っていくのが一番いいんじゃないかなとは思います。ちょっと待ってくださいね。そうすると武将情報で、信康か、信康だな。信康を解雇しましょう。信康がどこにいるかというと、梶田城ですね。梶田城がどこかというと末盛でしょ。ここは鳴海、ここは名古屋、上の方だな。ここだ、ここは郡上八幡、梶田ここでは解雇していきましょう。信康も解雇です。これでいいかな。じゃあ進めていきましょう。少しはね、収益が改善するんじゃないかな。で、今浜城は商業623で国高6623か。できればこのまま兵糧攻めで終わらせたいですね。で、今4月の20日なので、もうちょっとしたらお金が入ってきますね。では光秀のこもるここも自動化しちゃいましょう。で、民中が低いところは要注意なので確認をしておきたいんですが、まあ、そこまでキワキワっていうところはないのかな。今だとね、全体的に50近くはある感じにはなってますというところかな。大丈夫そうですね。民衆がね、10を下回るとかなり危険地にはなるので。さあ、もうすぐね、お金が入ってくる嬉しい嬉しい給料日なので、ここでしっかり内政に精を出しておきたいんですが、よし、お金入ってきたね。
おお、お金が入ってきたと思ったらもうすぐ使われちゃったな。ここなんですよね。本当にね、一瞬の差。速攻で1日になってコマンドを打たないと勝手に内政をやられちゃうんですが、まあ大概まともなことをやってくれるので、まあ、そこまでね神経質になる必要はないかなとは思うんですけど、特にやっぱり商業系ですね、きっちりきっちりやっていかないと割とお金に苦労することになるかなとは思います。さあ今浜を落としましたね。前田玄尉は釈放しましょう。まあ政治72ってのはいずれ欲しい人材ですからね。では早速なんですが、移動で、最前線になるであろう美濃八郡上八幡城に移動しちゃいましょう。まあ、姉小路を滅ぼす作戦ですね。先に六角と本格的に開戦するのはちょっと厳しいといえば厳しいので、先に姉小路を滅ぼそうという、まあ作戦ですね。でここでイベントですね。家康です。信玄も悔しいが今日のところは逃げるのみじゃということで、ムム殿何やら匂いませんのか。これうんこ漏らしの事件かな。そうかのと言ってますけど、腰のあたりが何やら汚れておりますがということで、これは焼き味噌じゃということで、三方ヶ原の戦い、信玄の正常作戦の中で、まあ、家康と信玄がぶつかった三方ヶ原の戦いで敗走した家康はどうやら脱糞してしまったという逸話が残っているようですね。そのエピソードを模したイベントが今起きたんじゃないかなとは思います。ちょっとお金が入ってこないな。お金がすぐにでも欲しいんだけど、お金が入ってきたらすぐ徴兵しましょう。ちなみに今の軍勢は士気が58まで回復してますね。さあ30日1日になったらすぐに徴兵をかけていきましょう。ですぐに徴兵をかけて、この後ですよね。問題は徴兵をかけた後、駿府で籠城中か。ちょっと駿府の様子見ますか。駿府はどうなってるかというか、でもめちゃくちゃ頑張ってるね松平家も。すごく国としては大きくなってるかな。城の数もねめちゃくちゃ増えてますよね。やっぱ今川を食っただけのことはありますね。で、国の数もどうだろう。こうやって見ると武田はじめだいぶだいぶ大きくはなってきた感じはするな。各国の勢力がねこうやって見ていくと、おっとちょっとあれしちゃいましたけど、画面がね少し小さいんですが、こうやって見ると武田やっぱり大きいですね。毛利、あとは島津、この辺りはかなり大きい。で武田と上杉でいうと武田の方がやや勢力としては伸びてきているかなという感じはしますが、いずれにしても徳川もだいぶ大きくなってるんで、徳川に負けてられないなっていう感じはしますね。さあではでは続きをプレイしていきましょう。まずは飛騨桜洞城ですね。ここの攻略戦を開始していきましょうか。兵の補充中ではあるものの、これ以上待っていてももったいないので、桜洞城へ軍を出していきます。
ちなみに、ここは信門の軍勢か。家康と信玄が本格的に開戦しているっていう状況が見て取れますね。で、ここは兵糧攻めですが、力攻めに切り替えましょう。時間がかかりすぎる。かつ、敵が出てきたな。よし、ここは一気に敵を粉砕しましょう、海戦で。で、信長の鉄砲隊をやっぱり生かしたいので、信長の鉄砲隊をうまく生かせるような布陣にしていきたいなと思うんですが、その場合どういう布陣にするのがいいかというと、信長の鉄砲隊がうまく生きるように斜め前の線ですね。信長が今ここにいると思うんですけど、信長から見て斜め前、ここが、撃てる鉄砲が撃てるところになると思うので、ここをねうまく使っていきたいと思います。なのでここを開けましょうというところで、陣をねうまく組んでいきましょう。で、いざという時には本陣を、今ここに本陣を置きましたけど、この本陣をねうまくおとりに使っていく必要があるというのと、あとはここにいる騎馬隊ですね。この騎馬隊は最初は、まあ、いわゆる友軍扱いとして敵の側面や背後に回り込んで攻撃を仕掛ける柴田勝家というところの布陣でいきましょう。では開戦です。まあ、敵の数はね決して多くはないので、まあ、普通にやってればね十分に戦えるかなと思うんですが、そしたら早速ですが軍を動かしていきましょう。ここはねもう敵を完全に粉砕しきりたいので、逃がさないようにしたいと思います。一兵たりとも逃がさないぐらいのね、意気込みでいきましょう。さあ、信長の鉄砲が早速火を吹いてますね。ここは今こっちを向けてるので、まずこちらの部隊の方に鉄砲隊が火を吹いているという状況ですね。で、どうするかというと、まずは勝家を側面ではなくもう背面に回り込ませましょう。で、常置も後ろにもう回り込ませます。で、ここは一気に突撃させましょう。敵をね、一兵たりとももう逃がさないという構えですね。敵を削っておけば削っておく分だけ有利になるのでね、今後の戦いが全然変わってきます。ここはもう三段打ちを使っちゃいましょうというと、あとは騎馬隊を一旦下げましょう。さあ、騎馬突撃を行って一気に敵をもう壊滅させたいので、さあ、この撤退が始まった後なんですよね。ここからいかに多く敵を打ち取れるかがポイントになってくるので、最後の最後まで気を抜かずにいきましょう。
ここは敵を一兵たりとも逃がさんという構えですね。ゼロにまでできれば理想なんで、500ほど残したか。この500がね、そのまま撤退していってしまうんで、まあ、ただ500まで減らしたというのは大きいですね。これで姉小路は多分壊滅的なダメージを受けてるはず。763で、ここには武将はいないということで、もう姉小路の総兵力763にまで減らしましたね。まあ、壊滅的なダメージを与えたと言っていいですね。で、桜ボラが落ちた後どうするかだな。そのまま松倉城、さらには池田城へと進路を取っていきましょうか。二俣城でも徳川軍と武田軍が戦闘中ですね。さあ、お金が入ってきたぞ。お金が入ってきたら表情を開いておきましょう。商業都市ですね。うわ、もう金使われてるわ。早すぎんだろ、いくらなんでも。金の使われ方がえぐいな。藤高徴兵しておきましょう。あとは、光秀も徴兵をね、しておきたいんですよね。まあ、貴重な鉄砲隊ですからね。さあ、これで桜ボラが落ちましたね。力攻めにしたので、まあ、ボロボロになってるかなと思うんですが、そうですね、商業もゼロになっちゃってますけど、まあ、ここはしょうがないというか、力攻めにせざるを得ないですからね。で、一旦民中とかも下がってるので、士気が回復するまでという意味も込めて一旦ここで駐留しましょう。まあね、お金がやっぱり常にゼロっていう状態ですからね、少しお金に余裕を持たせてあげたいんですが、まだ7月11日か、少し時間がかかりそうな感じかな。いやー、武田の勢い止まらないね、これを見てる限り。武田と開戦はしたくないな、このね、状況を見てる限りだと。とても武田にこうしているとは思えないけど、まあ、そういう意味ではさっさとこの松倉城と池田城ですね、取ってしまう方がいいかもしれないな。で、今の桜ボラ城はこんな状態だよね。お、ここでは本願寺と北畑が戦闘か。これは大きいな。勝手に潰し合ってくれると本当にありがたい。で、この後はね、六角を攻略しに行きたいと思うので。で、長政から金を背びりに来られましたけど、金はね、1円たりとも余裕がないんですよ。しかもいずれ裏切る可能性のある長政に、ここはね、金を渡してやる義理はないということで断りましょう。さあ、民中がちょっと回復するであろう8月1日になったら出陣していきましょう。一旦止めて、しっかり止めてだ。止めて、藤高隊のいる岐阜城で、まずは商業都市ですね。
そしたらここはまあちょっと施しをせざるを得ないかな。お金1000を使っちゃいますけど、民中が低すぎるのでどうしようもない。で、信長の方はというと軍を先へ先へと進めていきましょう。松倉城に関してはもう敵がこの後出てくる恐れもないので、まあのらーりくらーりとはなりますが、兵糧攻めにしていきます。で、雨子が滅びましたという話ですね。元就、雨子が滅亡ですね。で、一斉は北畑が取ったが、やるな。北畑やるね。で、山中鹿之助の話ですね。シナハックの話が出てきて、松倉城は落とせそうな気配ですかね。このまま行けば。さあ、松倉城落としましたというところですね。で、松倉城は、商業179で残ってるね。民中がちょっと低いか。中をちょっと上げておきたいけど、お金がないんでどうしようもないね。で、ちなみに軍勢の士気は80とまだ高い。であれば一気に池田城まで囲みますか。池田城の軍勢の数1600か。これが出てくるかどうかですね。さ、では池田城を攻撃しに行きましょう。で、正信が来たね。資金援助、いやー、9月1日って絶妙なタイミングできたけどちょっと無理だな。お断りしましょう。で、やんなきゃいけないのは商業投資。常に金がないっていうね、金不足の状況に悩まされてますからね。兵士援助か。北畑とも今後開戦する必要があるからな。ここは断りましょう。てかね、もう基本断るしかないんですけどね。朝倉からも使者がやってきたか。資金援助お断りだな。朝倉も滅ぼす対象ですからね、この先は。さあ、池田城が落ちれば、よし、屋根工事を滅ぼしましたというところですね。では軍を
移動していきましょう。どこに動かすかというと、まあ、最前線、沢山城に動かします。いよいよ六角攻めですね。ちょっとね、兵も回復していかないといけないので。資金援助か、8円でいいなら援助してあげよう。8円でね、有効度が10も上がるんだったら安いもんですね。で、これ、浅井と六角が停戦か。となると、浅井からの援軍は、ちょっと期待できないわけだな。まあ、いいと言えばいいんですけどね。じゃあ、兵を補充します。六角とのね、戦いは熾烈を極めると思うので、しっかりと、兵を補充しておきましょう。北畑と本願寺も停戦か。各国の情勢が少しずつ動き始めている感じがしますね。そうすると先に六角を倒した方がいいんだよね。北畑の方がでかいもんね。こうやって見ると北畑はどこに軍を集結させてるんだ？岡和地城に一番線。強力だな。さあ、もうすぐまたお金が入ってくる時になりますからね。よし、入ってきた。そしたらすかさず徴兵をしましょう。そしたら藤高で神殿開発入れておきましょうか。おっと、お金がないね。お金をちょうど使われちゃったね、タイミング的に。よし、これで軍が整いましたというところで、今回は姉小路ですね、滅ぼしたと思うんですが、次回はいよいよ安土取りですね。六角が現こう所有する観音寺城を攻めていきたいと思います。ということで、時間がちょうど30分ぐらいになりましたので、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。